こんばんは。今日は大堀さんに練習場に来てもらいました。インスタグラム見てたら、なんか面白いこと始めたなと思って。最近、結構こうなってたりとか。それめちゃみたいな。なんかすごい大きいのに急にちっちゃくなっちゃうとか。ごめんなさい、今日朝から視聴者、うちの視聴者さんに質問を募集しました。お、はい、ありがとうございます。結構ね、うちの視聴者さんは割とゴルフに対してすごく、結構難しいよとかも使ってくるんで、結構レベル高いですね。結構やってるなっていう人が多くて。なるほど。結構来ます。はい、怖いです。1人目、まおまおさんです。はい、元競技ゴルファーです。平均飛距離は競技をやってた頃に比べ徐々に戻り、やっていた頃に徐々に戻りつつあります、直近は220ヤードくらいです。はい、ここ半年ほどドローが強めで、狙いよりだいぶ左に行くことが多くなっています。なので林の中や OB、バンプが増えてしまいました。ドライバーだけそのような球の筋でもったいないラウンドが続いております。フェアウェイウッドからウェッジは軽いところでいい感じに打てます。ぜひ解決策をお願いします。なるほど。フェアウェイウッド前、まあドライバーのみが引っかかるんですね。そう、そのお悩みですね。はい、ってことはそんなにそのスイング自体に悩んでるわけでもなく、まあ、スイング逆に変えてしまうと下のいい感じの番でも逆にまた違うミスが出てしまうかもしれないので、そういう方はもしかしたら少しそのドライバーだけ、ちょっとドライバーとか、まあ、そのクラブの長さによってスイングプレーンって変わっていくと思うんですけど、まあ、ウェッジなら当然この延長短いので同じところで構えたらちょっとアップライト縦振りになって、ドライバーだと少しフラットになっていくと思うんですが、スイングのこの軌道っていうのは基本的にアップライトになった方が捕まりづらい、フラットに振った方が捕まりやすい、フェースターがしやすい状態になりますから、でもしもドライバーのみが引っかかりがすごく気になるんであれば、少しだけそのドライバーがフラットすぎちゃうのかもしれないですよ、他のクラブの場所に比べると理想的なそのスイングの色よりもフラットになってきちゃってるのかもしれないので、まあ捕まるっていう動作は悪くないので、よくフラットに振れるのはすごくいいんですが、もしその捕まりを抑えたいのであれば、少し意識的にアップライト系のスイングをやってみるといいかもしれない。なのでそこでちょっとやってもらいたいのは、この前傾した時って肩の回転をこうまず確認してもらいたいんですけど、この時に前傾してますから肩の回転って多少縦になります。こうはならないんですね。でこれがもしかしたらドライバーだけこういうふうに可能性としてアドレスからもうフラットの肩のようになっちゃってる可能性があります。そうすると、まあ、そのスイングが横振りになりやすく捕まりやすくなるので、意識的にちょっと肩の回転を少し差をつける、このグリップエンドが地面を刺す、でヘッドが地面を刺す、このぐらいの少し肩の回転で引っかかりが強い日なんかは意識してスイングを行ってみてもいいかもしれませんね。肩の角度が変わると。ちなみに、はい、寝ちゃう、時のボールと、そうじゃない時のボールってやってもらえたりします。低くなっちゃう時のボールと、低くっていうか、スイングがあの、はい、アップライトじゃなくてフラットになっちゃう。ちょっとこうフラットが強い系のスイングの人はアドレスよりこういう、ローテーションしやすくなる。それが少し縦の回転のイメージをつけてみる。少し肩の回転を縦に変えることによってクラブのこうプレーンが立ってくる。縦が少し強くなると球は捕まりづらくなる。
ま。でも確かにドライバーが一番なりやすそう。そうですね、うん、そうですね、長いし長いし遠いし、まあ置きますから、うん、でなんかこうティーアップもしてるから入れてくるところもそうですね、こう、うん、硬くなりたくなっちゃうかもしれないんですけど、うん、捕まりすぎちゃうときはまあね、そういうことも可能性としてあるかもしれない、うん、逆もありますから、逆にだからドライバー捕まらない方はこういう風に振れば捕まるようになるんで、なるほどね、はい、フラットに振るように少ししてあげたりするとスライサーなんかは治ります、治る、はい、逆も応用つきますよ、てはい、ありがとうございます、はい、皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、まあ、ゆっこが会場に行きます。でインターからも近いゴルフ場となってますのでアクセスもいいということでたくさんのご応募お待ちしています。で7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるのでこちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますのでご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。